エアープリントプリンタが見つかりませんというメッセージが表示されたらこの動画のステップに従って問題のトラブルシューティングを行います問題が解決するまで各ステップを試してくださいまずモバイルデバイスとプリンタが同じワイヤレスネットワークに接続されていて w i f i 接続が強いことを確認します印刷してみましょう 印刷できない場合はプリンタの電源を切り30秒を待ってからプリンタの電源を入れ直しますもう一度印刷してみましょうそれでも印刷できない場合はプリンタをワイヤレスネットワークから切断し接続し直します印刷してみましょうそれでも同じ問題が発生する場合はモバイルデバイスでエアプリントが有効になっていることを確認しますサファリブラウザに プリンタのの IP アドレスをを入力して、埋め込みウェブサーバー、バ、e、EWS ページを開きます。ネットワークセクションでエアプリントのステータスがオンになっていることを確認します印刷してみましょう他の言語の HP 動画を検索するには YouTube の再生リストタブをクリックしてください当社のチャンネルを検索して公式 HP サポート動画を見つけてください